知って得するアドバイスということで、今よりももっと簡単にお腹の脂肪を減らす方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、お腹の脂肪を減らすためには何を改善すべきか、何をするべきかというのが分かってきます。今回も共有していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹の脂肪を燃やすためのアドバイスということで解説していきます。ご存知の通り、不健康な食生活や生活習慣の悪さからお腹に脂肪がついてしまいます。しかしご存知の通り、魔法のようにお腹の脂肪がなくなるっていうことはまずありえません。今の生活環境を少しずつ改善してお腹の脂肪を減らしていかないといけません。今回はその手助けをする方法ということで食材を紹介していきます。まず簡単に押さえてほしいポイントがあります。一つ、自家製のフルーツジュースに加えてお水を1日2リットル飲む。二つ、精製された小麦、加工食品、甘いものなどを避ける。三つ、塩分を控える。塩分が多いと体液を体に溜め込みますから、お腹がいつも張った状態になってしまいます。四つ、毎日適度に運動をする。1日30分歩くだけでもいいです。適度に運動を心がけてください。この4つがまず必ずのポイントです。それでは今より簡単にお腹の脂肪を燃やす食材ということで紹介していきます。1つ目、リンゴです。リンゴは脂肪を燃やすために助けてくれるビタミン C、フラボノイド、ベータカロチンという栄養素を豊富に含んでいます。リンゴを食べたからといってお腹の脂肪が減ることではないですけども、お腹の脂肪を減らすための大切な栄養素が含まれています。ですのでリンゴを1日 2,3 個心がけて食べてみてください。そこで効果的なのが、朝食にリンゴを1つ食べる、そしてもう1つリンゴジュースとして飲む。この時点でもう2つぐらい取れてますので、これを毎日心がけてみてください。2つ目、バナナです。バナナ1本のカロリーはだいたい75から130カロリーぐらいです。たったそれだけのカロリーにカリウム、カルシウム、マグネシウム、ビタミン類が豊富に含まれてます。小腹が空いた時はしっかり栄養を取りたい、そういった場合はバナナを1本毎日食べてみてください。3つ目はセロリです。なかなかセロリっていうのは食べる機会がないかもしれませんよね。普通にネットで食材のレシピとかを見てもなかなかセロリ使った料理あんまり出てないですよね。ですがこのセロリ、脂肪燃焼に最適な食材なんです。カルシウムに加えてビタミン C がとっても豊富です。足りない栄養素を補うためにぜひセロリを取り入れてみてください。次にアボカドです。アボカドにはオレイン酸が含まれており、満腹感を生み出す、空腹感を遅らせる働きがあります。食物繊維も豊富で、1日1つ食べるだけで健康的な体を作ることができます。次にトマトです。体作りをしている人のお弁当とか見たことある方はわかると思いますけども、必ずと言っていいほどトマトが入ってます。実はトマトが血液中の余分な体液を排出してくれるのです。ということは脂肪の蓄積を防いでくれるデトックス効果があるということになります。お腹に脂肪がついてしまっている方、ダイエットしようかなと思っている方、今回言った食材をもし取り入れてなければですね、ぜひ取り入れてもらって健康的にお腹を脂肪を燃やす体を作ってください。今回は特に料理をすることによって手間を加えることなく毎日簡単に取り入れる食材の紹介でした。健康的にお腹の脂肪を燃やしたい方、健康的なダイエットに取り組みたい方、ぜひご参考ください。知って得するアドバイスの紹介でした。勉強だった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数や短い時間で効くエクササイズ、痩せるためにとっておきなダイエット情報を紹介していきますので、登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。